疲れ様です。どこに向かってるんですか今？港区警察ですね。警察署にちょっと向かってるんですけど。自習ですか？いや違いますよ、自習に業務中ですからね今ベトナム人の実習生が失踪したらしいんですよ。行方不明になって、それで行方不明届みたいなのをちょっと警察に出しに行くんですけど、はい、私もそれ今朝ベトナム人の組合の人に聞いて、はい、誰々が行方不明になったから届け出出しに行って、届け出番号とかまた教えてくださいって言われて、えマジでってなって、まあ、社長にどういう経緯か聞いたら、はい、まあ、1週間ぐらい前に、まあ、彼足が痛いって言って、だから1週間休ませてほしいって言ったらしいんですよ。まあいいよって言って、でそっから1週間経ったから連絡したけど連絡つながらんっていう感じらしくて、家で失踪みたいな感じ。その寮からいなくなってたってことなんですか？寮からです。なんか誰かん家に、友達ん家にいるのか全然わかんないんですけど、はい、でもそもそもベトナムから日本ってまあ異国の地なわけじゃないですか。そうですね。そんなかくまってくれるようなところとか、はい、逃げれるところがあるんかっていうのもちょっと謎なんですけど、私にとっては。まあなんか私も正直そのベトナム人、他のベトナム人とかから話は聞いてないんでよくわかんないですけど、はい、その1週間休ませてくれって、休ませてくれって言ってる間はどこに行ったのかみたいなのもちょっと正直わかんないんですよ。多分発覚したのが、はい、多分昨日なんですかね。そのそれまでの間は休んでる間期間だからみたいな感じで、はい、多分特に連絡とかしなかったんじゃないかなって思うんですけど。でも寮だったら分かりません、ベトナムの子たちが。ですよ。だから多分寮にいてたんかちょっと寮にいなかったんか全然分かんないんですけど、それが、はい、私には結構割と最近来た感じ、あの、まあ、1期2期って1期生2期生って結構分かれてるんですけど、はい、まあ、1期生が一番古いんですけど、結構まあ最近来た子で、そのベトナム人は、はい、でまあなんかだいぶ前に足をなんか仕事上でなんか怪我して、つい2ヶ月ぐらい前も、まあ、病院に私連れてって、ほんまについ先月ぐらいも足が痛いって言って有給で休みはったんですよ、はい、で今回足が痛いから1週間休むって言ってそのままどっか行っちゃったっていう確証がないじゃないですか今回の場合は。はい、はい、いや本当にないです。全然心配ですよね普通に。そうですよね。正直その前のその日本人の彼は、はい、確かにもうほぼこれ飛んでるでしょみたいな、まあ、そうですね確信犯でしたね感じやったけど、確かにその実習生に関しては、はい、いや明らか飛んだでしょみたいな感じじゃないですね。え結構真面目な感じだったんですか？そういうのも分からずですか？どうなんですかね、全然分かんないですけど、でもうーん、まあでも足場は結構まあきついみたいじゃないですか、はい、塗装とか、塗装から足場に行った子が、はい、ベトナム人が足場嫌だみたいなことをすごい言ってるみたいで。あ、そうなんですか。そう、だからやっぱり足場はまあきついんだとは思いますけどね。監督もいるし、それがきつい要因なんかわかんないですけどどうですか、飛んでると思います？事件の可能性もありますもんね普通に。でもまあないことはないですよね。まあでも前回のその彼の時なんか親じゃないと失踪届みたいな行方不明届は出せないっていうか、はいはい、あ、そうなんですか、受理できないって言われたんですよその例の彼の時は。はい、でも今回その親ってもうベトナムじゃないですか。はい、さすがにちょっと親は届けれないじゃないですか。まあ無理ですよね。そんな私たちが届けて大丈夫なんかよくわかんないんですけど、はい、なんか組合の人にはまあなんか家で届けが、家で失踪届けみたいなのがなんかあるらしくって、はい、なんかそれで届けで出せばいいよって言われたんですよ。あ、これですか？これです、これです。結構なんか駐車場怖っ、いつもいっぱいなんですよね。怖くないですか？何がですか？なんか威圧感ないですか？威圧感、あー威圧感は分かんないですけど、まあでも私警察は敵。この階段も何回も登ります。家で失踪届出してあるんですか？
ちょっと誰が最後に確認したかっていうのは分かんないです。ちょっと仕事の際で作業着か何かですか？そうですね、作業着ですね。あ、これがその、はい、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。警察に行ってきましたね。行きましたね。 どんなん聞かれたんですか？なんか結構その、まあ、その実習生のその子に関する情報っていうか、はい、なんか最後に目撃したのはいつかとか、はい、あと部屋に荷物とか貴重品が置いてないかとか、はい、置き手紙がないかとか、そういうのを確認してほしいって言われましたね、はい。そう、計画的に自分からいなくなったのか。そうです、はい、自分の意思なのか、はい、なんかこうなんか事件性があるのかみたいなの判断に使うのかなって思うんですけど、はい、まあ、そういうの聞かれて、まあ、ちょっと分かんなかったんで、はい、まあ、ちょっと確認してから警察に電話して伝えなきゃいけない感じなんですけど。今から行くんですか？あ、彼の家ですか？はい、そうですね、行ってみましょうか。まあでも平日なんで多分みんな仕事に出てるかもしれないですね。ああ、まあそうですね、誰もいないかもしれないですけど、はい、まあ誰かおったら多分まあ入れますね。行くだけ行ってみましょうか。まあ、はい、またお待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼します。はい、失礼します。はい、何でしょう？なんか受理番号が、はい、なんかあるみたいですよ。その前、その年の順番に1人目から 1,2,3,4,5 って番号つくらしいんですよ。ああ、そうなんですか。その届け出があった順に、はい、だから、まあ、今回の番号は運番目ってことですか？運番目なんで、もうすでに1月20日でもうすでに運人もどっか失踪してるっていうことですね。港の届けられたあれであ、でも受理されたってことなんですか？あ、それでもう受理されて、結構簡単に。え、そう思う、結構簡単。特徴なくないですか、あれ聞いただけじゃ。そう思った。まあでもまた調べてなんかで電話して知らせなきゃダメなんですけど、はい、まあ、とりあえず、ね、とりあえず行ってみましょうか。はい、いい電気も真っ暗でしたし、開いてなかったっすね。そうですね、多分みんな出勤してるからか、やっぱりいなかったですね、開いてなかったですね。ではちょっとこの前ベトナム人の件について撮ったんで、ちょっと社長に意見、はい、あの聞こうかなって思います。はい、ちょっと、はい、ちょっと今社長お仕事、そうですね、ちょっと行ってみましょうか。まあ、これも仕事なんで。そうっすね。社長、ちょっと時間いいですか？お疲れ様です。あの、ベトナム人がどっか行っちゃったっていう動画ってご覧になりましたかね？それについてちょっと社長のご意見っていうか考えっていうか、ちょっとお聞きしたいなって思うんですけど、演技もらったー。演技ですかこれ？演技じゃないか、声が間違えた。どうぞ座ってください。率直に最初どう思いましたか？その、いや、俺びっくりした。だって俺本当に聞いてなかったもんね。あ、本当に、はい、俺が今月1回あの実習生ミーティングってあって、あ、はい、そこでまたまたまあのイケメンでカンタだよね、はいはい、が来とって、はい、組合さんにバーンって言って、お前そんな俺に言えよって言って、はい、当日聞いたとか、1週間ぐらい経ったから聞いて。実習生が飛ぶってことは今まであったんですか？いや、あのね、正直1期生があったんだ、もう7期生、はい、8期生ぐらいになってるけど、まあ、正直宇宙は本当にすごい優秀で、まあ、関係でも、ただ1期生は、はい、まあ、1ついかんのはやっぱ職人たちもさ、まあ、今これ、はい、まあ、視聴者の人にもちょっと伝えておきたいのはさ、やっぱ二の足踏んどるっていうのはまず仕事はめちゃくちゃやるんだけど、はい、最初はやっぱ実習生が来た時に、こっちの社員もちょっと見逃してもあわわわってなるじゃん。あ、言葉とかも通じてないし、そうそうそう、みたいな、で言葉が通じんからイライラしちゃったりして、あ、それもあったのを、それだけだったら結構続くんだけど、はい、俺一番良くないなと思うのは社長が可愛がりすぎること。あ、俺最初めちゃくちゃ可愛かったの、
はい、で 毎日は大げさだけど週に1回2回で飯連れてって、うん、俺の若い衆みたいになっちゃったの。でしょっちゅうご飯連れてたらちょっと飯食ってこいとか。でそうすると現場で言うこと聞かずに俺に電話かけてくるの。へえ、もういいぞーって言って、あんなもういいよ、とりあえずもう今日は車で待機しとけとかさ、はい、あまた帰ってきてから聞くわって言って、俺がなんとかしたらあかんみたいな。あ、うん、だけどどっちかっていうと多分ね、それっていうのは過保護みたいになっちゃってるんで、はい、あ、本当は実習生とやっぱ職人とちゃんとくっつけさせて、やっぱそのぶつかりを日本人とかにアドバイスしてってあげた方が良かったのかなって、1期生はね、あ、1期生全員飛んだ。あ、そうなんですか。同時に1人がまた出る頭いいやつだったの、変に血入れて、はい、そうそう、でそれがまあみんなを空気入れて、あ、同時に、まあ、組合も違うけどね、今頼んでるところと組合も違う。あ、そうなんですか。失踪率っていうのはそんなに高くない。多分1000人に1人とか100人に1人くらいになっちゃう。本当ですか。ほぼよっぽどほとんどないと思うよ。なんか一時期はミャンマーがなんか 20% か 10% かなんか飛ぶ確率があったって言ったけど、まあ、実習生もわからんもんで、はい、何にもその向こうの国での情報が、いや行って結局は向こうでも犯罪者みたいなブローカーみたいなやつが日本だけとにかく入ったら、はい、でこのそのこの俺が多分詐欺師だとするよ、はい、で実習生だとするじゃん、はい、でミャンマーとかで言ってたのは、じゃああなたねって、あのとにかくこれ実習生の制度であなた日本行ったら私の知り合いのところの会社が1日こんだけ上げれるからあなた、ね、実習生に行きなさい、で行った瞬間に逃げなさいっていうことをもう空気入れて、ブローカーみたいなやつで空気入れてその気になって日本に行って、はい、で結局その日本の俺が バックマージもらえるわけよね。あ、そういうやつらがいっぱいおるんだけど、でもベトナムとかいろんな国でもう歴史があるのはそんなことやってもうまくいかんじゃん、はい、その当たり外れがあるよね。本当に3年4年でめちゃくちゃ稼いだ場合もあるし、はい、騙されたって言って結局こっちもいいこと言うもんね、いっぱい金もらえるよあれだよこうだよって、でも捕まったら終わりだし、はい、で今日本もあの前はさ会社飛ぶじゃん、うちの会社でも飛んで、はい、半年ぐらいは難民申請かなんか出すと半年間その許可あの調査があるから、あ、はい、その間は日本に降りて、それが2回ぐらいやられたので1年ぐらい粘っておいたらしいの、飛んでも、はい、はー、なるほどね。だけど今それも全部禁止になったもんね、はい、だから飛びづらい、飛べない。へえ、なんか言いづらいことかなと。俺と結婚したいの？違う俺と結婚したいの？全然彼がそのいなくなったことで、うん、会社にとってデメリットメリット、メリットはあるんですけど、あ、デメリット大きいよね。デメリット大きいですか。うん、それは何って言ったら、あの今実習生って今、はい、まあ、視聴者の皆さんも知ってるかどうかは知らんけど3年なんだよね、はい、よく聞くのは実習生って3年で、これさ今5年に伸びたとか言うんだけど、はい、あのこれっていうのは何っていうと会社のランクみたいなのがあるの、はい、そのなんとかの許可を取ってるとか部屋が1人何畳以上用意されているだとか、はい、であとはその何級のテストに何人合格させたとか、はい、そういうポイント制があって、うちの会社はポイントがあるのは、うーん、で失踪者が過去1年に1人も出ていないっていうのもポイントに。うわ、そうなんですか。へえ、そのポイントももらえない。あ、そういうことですか。他のところでポイントもらえればいいけど、はい、で今うちはまあランクがいって高いっていうか、そういうポイント他の、まあ、部屋もきちっと用意されてるとか、1人当たりの平米数っていうのも結構しっかり用意されてるので、はい、結構まあ評価は高いと思うんだけど、はい、うん、その例えば失踪者が2人3人だと多分下手したらマイナス何点みたいな。へえ、もう俺も、うん、詳しくは知らんけどね、まあ2人とか出たらもう本当に致命傷じゃないか。あ、マジですか。うん、多分1、2年ほど、はい、ね、俺ちょっとこれしっかり調べてほしいけど、まあ、俺も法律上のことはあんま知らんけど、はい、だけど2年の3年生が4年5年にこれんって言うとするじゃん、はい、誰が損するって俺らも損するけど、はい、今一生懸命働いてることも損するよね。うーん、だって塗り替え道場でまた2年連続で働きたいんだよね、はい、みんな。うん、その子たちも働けなくなる。ああ、そうそうそう、はい、でそこはやっぱ会社もやっぱ手を打ったらあかんことだし、はい、うん、どうやってこの子たちが飛ばないようにするかっていうのは改善も会社も改善案を出してくださいね、はい、今回のことをやっぱ踏まえて、まあ、より生活環境を変えてあげるって甘やかす方向だけじゃなくて、じゃあ厳しさも含めて、はい、うん、であいつらもやっぱね、人間だもんね、甘さもあるし厳しさもある、いい意味もいいところもあるけど、やっぱ悪いところも一緒にあるから、まあ、こんな感じでいいかな。はい、
こんな感じでいいかとか投げるみたいな。いや全然すごい貴重な深いお話だったんで、はい、そんなに俺のこと褒めて結婚したい全然やだーりーちゃんだー僕は。はい、じゃあ締めてくれる。はい、ではちょっと一連のベトナム人失踪事件についてちょっと撮ったんですけど、社長に最後ご意見いただきました。まあそうですね、なんか近年減ってると言ってもちょっと久しぶりだったみたいですね。はい、うまいじゃん、全然うまいじゃん。うまいですね。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。また見てね。またね。Yeah.